新型コロナウイルスの感染者が増加する中、たくさんの市民の方々が不安を感じたり心配をしたりされていると思います。この苦難を枚方市一丸となって乗り越えていくために、たくさんの方々の言葉で思いをつないだメッセージ動画を制作しました。大変な時期ですが、私たちの捉え方一つで変わることもあると思います。みんなで前向きにこの状況を乗り越えて、アフターコロナをより良い社会にしていきましょう。一人一人が何気なくやっていることが、積もり積もって世界を作っています。作っているんです。つまりそれは、ささやかで小さなことでも一人一人ができることを確実にやっていけば、世界は大きく動くということ。明日の世界を変えるのは私たちです。コロナ禍でいろんな制限のある中、子どもたちは明るく学校に通っています。そんな子どもたちの今を大切にしてあげたい。高校生たちは昼ご飯も机を動かさずに食べ、行事や部活動も制限がある中、本当に前向きによく頑張っています。緊急事態宣言が発令された今こそ、大人たちが一致団結して若い世代にかっこいい背中を見せましょう。大人たちでも大変なこのコロナ禍で懸命に頑張っている子どもたちに少しでも寄り添えるように、もっともっといろんな方々と心で手をつなぎ、励まし合い、分かち合い、このコロナを一緒に乗り越えていきたいと思っています。気分転換にお散歩したり、ウォーキングしたり、移り行く季節を楽しみながら、心と体の健康維持に努めましょう。身近な人を、自分自身を大切に。辛いことやしんどいことがあったら、抱え込まずに誰かに話しましょう。大好きな枚方で、大阪で、関西で、日本で、世界中で、これ以上感染が広がりませんように。新しい世の中へ変化していくために、枚方市民の団結力で今を明るくいきましょう。コロナに負けず健康で元気、一刻も早いコロナの収束を祈りながら、できないことよりできることを考えていきましょう。会えなくてもできないことが多くても、大人も子供も手を取り、力を合わせ、みんなで頑張っていきましょう。コロナの姿勢。